止め平は中国三国時代の暮れの武将。楊州海警軍長山形の人。父は止めん、兄は止め略。妻は陸外の娘。子はため乗り、止め領、止め雲。永安六年十一月、孫康は職が義に攻められると、帝邦に諸将を引き入させ、呪守にへ、帝風と孫医には中衛軍を進めさせ、止め平を。 南軍の瀬、伊佐尾のもとに使わして、軍をどの方向へ出すか検討させた。竜禅が義に降伏すると、これらの軍事行動は中止された。永安七年二月、清清将軍に昇進した留め平らは、不教、陸行、左官万らと共に永安を守備する、羅剣を攻めたが勝てず、さらに半年包囲を続けたものの、古列が二万の兵で救援に現れたため、 軍勢をまとめて引き上げた。関路2年、帝忠氏が、精神より帰還すると、孫博氏は軍心を集めて、盛大な宴会を催したが、王茂は酔ったふりをしているとして起こり、側近に王茂の処刑を命じた。遠巻と留平は取りなしたが聞き入れられず、結局、王茂は処刑された。同じ年の法廷元年、陸外は、孫博氏の配立を計画し、 帝宝、帝方の賛同を得たが、孫広氏の護衛をしていた左将軍の留平に反対されたため断念したという。一説には、留平と帝宝の仲が悪かったのが原因という。健康三年、孫広氏が一族を引き連れ、突然花里に赴いたの家臣が慌てて連れ戻した際、留平は、帝宝や万と共に、孫広氏を見限るような発言をした。それを聞いた。 孫博氏は止め平を憎むようになり、法元年、孫博氏は止め平と万に毒酒を飲ませ殺害しようとした。毒盛りの下手人が毒の量を減らしていたため二人とも死ななかったものの、この処遇にショックを受けて万は自殺し、止め平は不安と憤りのあまり一ヶ月ほどで死んだという。粒子族府、三国史三つぐ主伝、三国史三つぐ主伝、三国史王お 三国志陸外伝、三国志三つすぐ主伝に引く、好評伝、ありがとうございます。